いやー、そうなので、なるほど。その前からあったんですよ。RC であのカバーズってアルバム出したでしょ。はい。あの原発とか戦争反対みたいな声。そうね。いろいろ。それで、あのほらです、あの発売禁止になったりなんだりしてしたことがあっやって、ぱり。ほとんどその嘘を晴らすようにして始めたのがタイマーズなんですよ。やっぱり、いくらあれでも、こう、出せるものと出せないものって、やっぱり世界では分けられちゃうという。あ、卵ありがとうございます。あれ左利きでしたっけ？そうなんです。こっちで食べ今る。まで気がつかなかった。こっちで食べるので。なんて思った。自分左利きなんですよ。麺をこう直してるときに、そうですね、そういえば。チャーシュースライスのね、頑固で左側の禁止になってたんで、それでチャーシューは右で切ってる。右で切るんまあ、両方切れるんですけどね。すごい。両方。左利きで、ね、絶対禁止だったから。餃子巻くのも、目上げするのも。逆向きになっちゃうそうかそうな。そうですか。あそこの社長ほら、和食出身だから。右でやらないとみたいな。和食はもう左絶対禁止だから。決まりがやっぱり。だから魚なんかもちゃんと寝かす方向が決まってるんですよ。右ってことなんですか？そうそう。だからこっち側か、こっちから頭を下ろさないといけないんです。だから下になってるのは刺身に使えなくから、焼き物とか煮物に使うんですよ。で、上になってるとこを潰れてない方を刺身に使うんするよね。どっちも使えるわけではない。だからダメなんですええー、驚き。この世界では絶対ありえない。右なんですね。ラーメン業界に行くことないんですけど。